おはようございます。大臣からお願いします。はい、諸般の事情が許せば、今日27日から30日までヨルダンを訪問いたします。アブドラ・ヨルダン国王への表敬のほかに、テロ・暴力的過激主義に関する議論の場であります赤羽プロセスで、国王とともに共同議長を務めることになります。また中東和平への取り組みとして、パレスチナ、イスラエル、ヨルダンと日本の地域協力の枠組みであります平和と繁栄の回廊構想に関する、第6回4者閣僚級会合を主催する予定です。中東和平をめぐる状況が厳しくなっておりますが、日本独自の取り組みを通じて対話の場を提供して、当事者間の信頼醸成およびパレスチナの経済的自立に貢献していきたいと考えております。それからいよいよ明日から大型連休になりますけれども、海外に行かれる方が大勢いらっしゃると思いますが、事前に渡航先の安全情報を海外安全ホームページで確認をし、旅レジへの登録もお願いをしたいと思います。またゴルゴ13の海外安全対策マニュアルもぜひ参照していただきたいと思います。大型連休に向けて外務省は23日付で安全情報を発出しております。ぜひご参照いただきたいと思います。私からは以上です。マイク持ちテレビ朝日です。ヨルダン訪問についてお伺いします。イスラエルとパレスチナと一緒に会議を行う、これの意義について大臣はどのようにお考えでしょうか。さまざま中東和平をめぐる状況厳しい中で、当事者にある意味対話の場を提供することによって、当事者間の信頼醸成をきちっとやっていきたいというふうに思います。今日まもなく南北首脳会談が行われます。これについて非核化の期待感どういったことを大臣としては会談で臨んでいきたいというふうにお考えでしょうか。今の段階で予断を持って何か申し上げるのは差し控えたいと思います。各社お願いします。大臣、今の南北会談の件なんですけれども、非核化ですとか南北の、恒久的な平和といった論点というのが事前に見られています。その中で特に非核化についてどのような成果というのを今回の会談でお伝えしていらっしゃるでしょうか。この南北会談に実現をすることができたということは、韓国政府の貢献努力というのが非常に大きかった、そこに対して敬意を表したいと思います。内容について今の段階で予断を持って何か申し上げるべきではないというふうに思っております。大臣、米朝首脳会談にどのようにつなげていくかという観点でどのような期待が今ありますか。今の段階で何か予断を持って申し上げるのは控えたいと思います。アメリカで確かポンペオ国務長官が上院で承認を受けました。で今までも北朝鮮との接触というところでかなり重要な役割を担ってきたというふうにされていますけれども、今後カウンターパートとしてどのように関係を作っていきたいというふうに考えますか。前任のティラソン国務長官とは非常にいい関係を築くことができましたので、ポンペオ長官とも、しっかり信頼関係を作っていきたいというふうに思っております。すみません、共同通信の福田です。今日 の南北首脳会談の結果について、どのような形でその韓国側から情報提供を求めるようとお考えでしょうか。韓国側とは常に連携をしながらやっておりますので、そこは情報提供すぐあると思います。別件なんですけど、南北首脳会談で提供されるデザートの飾りに竹島の地図が描かれているとして日本政府は、抗議しました。でこれについてですね、市民団体は内政干渉だと批判し、韓国政府も特都に関するいかなる日本の主張も受けられないとしていますが、大臣の現地のご見解をお願いします。こうしたことは非常に不必要なことだというふうに思っておりますので、外務省から申し入れをしておりますが、今日は非核化を含めさまざまなことが議論される南北首脳会合ですので、状況をしっかり見極めたいと思います。あとまた別件なんですけど、5月1日に釜山の総領事館前に労働者像が設置される、可能性がありますが、これについて現時点で見解、現時点で何か申し上げることはございません。よろしいでしょうか。大臣、総理とは先はどのような件でお話しされる。内緒です。はい、ありがとうございました。大臣、